皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ東京でカスタマイズさせていただいた車両を紹介します。紹介してくれるのは内山店長です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回こちらのお車、はい、オーナー様にちょっと触れていきたいなということで、はい、これオーナー様は実は結構お付き合いの長い、長いですね、お客様ということで、めちゃくちゃ長いです。でもううちとの関係性が、僕も何とかお会いしたことあるんですけどもうお客様を通り越してる感じ、はい、そうですね、ほぼ友達みたいな形でお付き合いさせていただいてるお車ということで、はい、で今回僕らはこれ購入しまったんですよね。そうですね、購入していただきました、はい、そのままカスタマイズ、はい、ということで、まず812の時点でずるいなんでめちゃくちゃかっこよくない？かっこいい。で実は車両紹介を812に撮らせてもらってないんですよ。カスタム紹介でしか紹介してもらってさせてもらってないんで、そっかそっかそっか、まあ、なかなかこう紹介したり乗ったりする機会ないんだけど、まあ、確かにね、めちゃくちゃかっこいいということで、うん、今回外装に関してはほぼノーマル、ノーマルです。なんか特になんかエアロパーツ追加したりとかもなく、はい、なんかペイントカスタマイズとかもなく、何もしてません。なんかそのかっこよさを再確認しました。再確認です。で今回あのこれ紹介するにあたって、はい、もう一回812のホームページを見たんですけど、はい、ホームページもちょっとずるい。あ、そうなんですか。そう、っていうのはホームページあの見たことある人だと分かるんだけど、はい、あの812にめちゃ車高が低いの。あ、そうなんですか。それはずるいずるいでしょ。それはずるい。いや実車結構車高高いじゃん。高い。本当にこうタイヤホイールの隙間どうなった、ね、そう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 。けどね、ホームページの写真はしっかり下げてあったりとか、そう。だから結構多分そうなんだよと思ってくれる方多いと思うんですけど、結構実車見ると少し車高が高くて、はい、タイヤのこのボテッと感出ちゃってるんで、まあ、今回のこの本当にふわっとというかさらっといじったのが、はい、なんかこのフェラーリのかっこよさをこう元に戻した感じというか、はい、そんなのを感じ取るということで、で早速足元行きましょうか、はい、今回装着したのが、はい、なんと去年のセマショーで実際見せてもらった、見せてもらった MV フォージのですね。これはあのホイール自体は結構前からあるブランドなんですね。前からあります、はい、僕も名前は知ってましたし、ただね、いきなりあのセマで今年、去年かバーンと大きく出すようになって、まあ、そこで初めてミーティングをさせていただいたんですけれども、まあ、向こうは結構何年も前からうちのことを知ってくれてて、日本でやっぱりいろいろ展開するなら、まあ、ボンドグループにやってもらいたいという思いがあった話を伺ってますね。でここ数年でもうなんか急成長したホイールブランドらしいですね。はい、本当に最初は国産スポーツカーみたいな、はい、そういうのに履くキャストのホイールから始めて、こうどん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 ステップアップしていって、はい、最終的にもう自社で全部この単造ホイールを削り出したところまでって、はい、今アメリカでもすごいよね。なんかねすごいですよね今、まあ、プロモーションに力入れてるのもあると思うんですけども、はい、とにかくもうインスタとか、うん、SNS にめちゃくちゃ出てくる。で結構そのインスタのやり方も毎回ねうちをボンドをタグ付けしてとか、結構そうするとタグ付けされてると見るじゃないですか、うんうんうん、僕らもだからやり方もプロモーションの仕方がすごい上手いなと思って。で同じ車がこう出てくるんじゃなくて、うん、そんなに入ってるっていうぐらいそうそうそういろんな車に、はい、だから今本当にアメリカでも支持率がめちゃくちゃ急上昇してるんだなっていうのを感じ取れる方、うんね、絶対 MV フォージドはこれから日本でも結構人気が出てくると思うブランドです。なのでいち早く今回手掛けさせていただいたということで、はい、でまずですねいろいろ突っ込みたいんですけどあのデザイン名聞いていいですか。 MR217 覚えられませんアメリカのホイールって結構そうアルファベットと数字の組み合わせ多いけど、はい、もう本当にバリエーションもいろいろあるし、うん、規則性がないから、はい、僕らもこう予習しないと分からない。デザイン名を忘れるっていう。でこれホイールの構成的にはこれ2ピース2ピースです。この外側と内側の構成の2ピース、はい、そうですね。そしてデザインが、はい、なんかのえぐいメッシュみたいな感じがいい。最近いろいろ削り込みが激しくなってて、はいろ、まあ、んなデザイン出ましたけどそろそろ頭打ちだろうと、うん、ネタ切れだろうと思ってたんですけど、はい、また新たなものが出てきたということで。これはやっぱり僕も MV フォージドとミーティングをして、まあ、やっぱ日本に戻ってきてこうホームページを見た時にこのデザインがやっぱ他にはないデザインだったのと、まあ、めちゃくちゃかっこいいと思って、うん、こうあえて往年のこの王道のスタイルじゃなくて、ね、ちょっと一歩踏み込んだ、はい、そうです手が加えられてるデザインということで、はい、ただよく見ると、はい、なんかこう今までのデザインの組み合わせというか、そうですね、言ったらここの横の、はい、ここが新しいな。そうそうそう、これがあるだけでなんか全然言ったらダブルスポークの5本のダブルが枝分かれしてっていう、まあ、オーソドックスなデザインなんですけど、まあ、ここに1本入るだけでなんかこうえぐいメッシュみたいな感じになるんで、うんうんうん、これかっこいいなと思って。でもこれホイールのデザインって複雑にすればするほど、はい、なんかちょっと幾何学模様じゃないけど
なんかこうやっちゃったな感が出がちですけど、はい、それがなく本当にここ足すだけで違って見える、ね、だとここがこう穴に見えて、はい、こういうホイールあるじゃん、うんうん、にも見える、うん、だから本当になんかアメリカ人のそのセンスというかいすごいですよね。すごいなと思って、うん、よく思いつくなって思うもんな本当に。だそれには多分この太さとかこの横のこの立体感とかっていうのがめちゃくちゃ効いてるんだなっていうのを、本当、うんうん、よく見なきゃ分かんないけどこういうところに穴が開いてたりとかね。そう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 だこれもだからあるなしで、まうん、多分全然印象が違うんじゃないかな。細かいディティールにすごいこだわってますよね。であとはクオリティが、まあ、ショーでも見せてもらいましたけど、うん、めちゃくちゃいい。フィニッシュも綺麗、ね、でブラッシュ度も綺麗、はい、そうなんですよ。これ全部揃ってんのってなかなかないな、うん、なかなかないですね、まあ、もちろんうちで取り扱ってるブランドはその辺クリアした、はい、厳選したブランドであるんですけど、はい、その中でもこう全然こう引けを取らないところが一歩出てるぐらいの、うん、本当になんか色もすごく綺麗だし作りもすごいいいし、そしてあとこういう細かいこうあすごいですね、R というか、うん、こういうところもちゃんとこうしっかり削られて、で今までってなんか単造ホイールって結構こうシュッとしてカクッていうデザインだったのが、はい、もうめちゃくちゃ R が取られてるっていう、これだから機械でここまでできるのか、うん、プラスでこう手作業が入ってるのか分かんないけど、まあ、だから行った時ちょうど言ってましたもんね、うん、なんか同業他社が、うん、これはやばい、やばい、この切削技術はすごい、それがプログラミングなのか機械なのか分かんないですけど、はい、また今度機会があればぜひ見てみたいなっていう、はい、なんかでもその削り方で特許を取ってるとかなんか、あ、そうなんかね、そういう話もしてました。じゃあ今度詳しく聞きに行きましょう。やっぱりちゃんと一回行ってみないと分かんないですね、工場。そしてもう一個ポイントとしてはこのセンターキャップですね、はい、これもどんどん進化してますね。そうですね、去年一昨年あたりから、はい、これがよく見るとこれ何ピースになってる、これ4ピースになるのかな、4ピースぐらいになってるの、はい、要はこの内側とその内側と内側のこのカーボンのパーツということ で、今やっぱりなんか AL13 がまあなんかきっかけなのかなって感じはしますけどね、こういう立体的なセンターキャップが増えてきましたよね。やっぱりこの前狭行った時もそれはいろんなブランドでも、うん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 、まあ、MV と AL13 だけじゃなくても何社か出しているところがあったので、なのでその辺なんかもトレンドをしっかり取り入れつつの、はい、そしてあとは今回色がもう絶妙だなと、はい、ブラッシュドリキッドブロンズでウッチ一発目のこの MV フォージとか、はい、でポリッシュとか、はい、ブラッシュドでいかないといういややっぱりなんかちょっとこう攻めた感じにしたいじゃないですか。確かにこれなんか遊んでる感、81に行っても車体価格もすごいし、はい、まあ、ボディの形状もすごいんだけど、こうホイールで遊んでる感が出せるのってなかなかない、うん、絶対かっこいいですよ。だってブラッシュにしても、まあ、ポリッシュにしても、まあ、ガンメタにしても絶対かっこいいんですよ。でもなんかもうちょっとこう際立ったかっこよさが欲しかったのでブロンズにしました。なんかこうスニーカーじゃないけど、はい、そのぐらいのなんか感覚で、そうですね、なんかおしゃれなの履きましたみたいな、はい、そういうニュアンスがめちゃくちゃ伝わってくるという、はい、こちら MV4 を今回装着していると、はい、で今回これだけじゃないんですよ、はい、なんと奥に見えるこのキャリパー、はい、これも色替えしてる、塗ってます、わからないえ、これもともと何色になる、赤でしたね。赤だったんですけど黒で塗ってます。まあ、純正でも黒があるんですけど、まあ、どうしてもちょっと赤は、ね、際立っちゃうんで、かっこいいですよ、赤にブロンズのホイールとかでもかっこいいんですけど、なんかこう横から見た時にホイールの奥に赤がもうガッときちゃうんで、ちょっとその印象を控えめにするために黒にしてキャリパーのイメージはもう消し込んじゃってます、うんうんうん、でもホイールの色だったりとか、あとフェラーリだと横のこのエンブレム、そうですね、もう黄色があったりするんで、まあ、つけるつけないなんかもオプションでできたりする車種もあるみたいなんですけど、だからそれがバランスがあったりすると結構赤黄色派手なボディカラー、派手なボディカラー結構いろんな色が入っちゃうんですからね。なんで今回はあえてこのホイールの色を結構こう個性的なのにしてるんで、はい、キャリパーは消し込んでると、はい、普通は目立たせたいまあそうっすよね、はい、ちょっと発色いい色にしたりとか、うん、だいたいキャリパーを際立たせるために明るい色選びますからね、はい、そしてロゴも全くと言っていいようと同じなんで、はい、分かりませんだから塗ってるって分かんないですよね、知らない人が見た時に。でも本当にそういうちょっとずつの積み重ねでそうなってるんだなと。でこんな感じの、はい、そして足元に関しては結構ローダウンが、はい、されてる気がします。812に関しては純正の車高調でも、まあ、まあまあ下がるんですけど、そうなんだ、まあまあ下がります。他のやっぱり V8 エンジン系のフェラーリだとほとんど下がらないですけど、812は結構下がるんですよね。でもやっぱ足りないんで、あ、そうなんだ多分純正の車高調で結構下げても結構低めな印象にはなると思うんですよ、うんうん、だけどやっぱ足りないです。
2回言いますけど内山スタイルにはならないってことで、はい、で結局何で下げてるの、これはロベルタさんのスプリングですね。あ、そうなんだ、はい、結構あの純正なんかだとアルミになってんの、あの、うん、車高調のところが、そうですね、結構だから調整何回もしたりとか、はい、プリロードかけたまま調整したりするとかじっちゃいますからね、舐めちゃうっていうケースもあるらしいんで、はい、まあ、それの対策にもなる、はい、そのロベルタさんの、そうですね、でロベルタさんといえばそのリフターでおなじみなんで、はい、まあ、その辺のクオリティだったりとか、はい、耐久性に関しても間違いない、はい、間違いないです。でこれ調整的にはもっと下げようと思えば下げられると思う、下げられます。あ、そうなんだ、はい、まあ、一応走る、そうですね、あの、まあ、低くすることもできるんですけど、低くすぎると今度走る雰囲気がなくなっちゃうので、ちゃんと走れる雰囲気っていうのは残しておきたいので、うんうん、あまりこうベタベタにしすぎず、なるほど、絶妙な、はい、あの、ね、ホームページの車高より若干低いかなぐらいで、うん、ですね、はいはい、ちょうどいい感じになっております、はい、であと今回タイヤはミシュランのサイズ的には275/30/21っていうのはもう812だとこのサイズが鉄板サイズですよね。あ、そうなんだ、はい、少しこう引っ張ってるかなっていう感じが、これがだから 10.5J に275を組み合わせてるんで緩やかにショルダーが寝る感じ。あ、はい、じゃあこの辺もじゃあ 10J にすれば、まあ、もうちょっとむっちりしますし、立ったりとか、はい、その辺の調整なんかもできます。でミシュランかっこいいよね、かっこいいですね、やっぱりこのね、ショルダーがかっこいいんですよね。今日のカメラマン、あのいつもと違うカメラマンなんですけど、はい、ここの処理がミシュランいいんだよって言ったら、これすごいっすね、どうなってるんですかなんかちょっとベルベット風な、なんか本当にゴムですかっていう質感 で、ね、でうっすらこのチェッカーフラッグが見えるという。僕はねこのミシュランのちょっとショルダー寝てる感じがすごく好きなんですよ。ここ数年アメリカでもめちゃくちゃ増えたよね、うん、ミシュラン。やっぱりその性能も高かったりとか、うん、そうですね、デザイン的にも優れてるのか、あとやっぱりサイズが増えたんですよね、ミシュランが。そうなんだ、昔はやっぱりこの辺のサイズがちょっと少なかったりして、でコンチネンタルとかをよく使ってたんですけど、最近結構ミシュランがこういうサイズ増えてきたんで、なるほど、で結構ミシュランを使う機会が多くなって、じゃあ他の車でもこんな組み合わせがもしかしたら見れるかもしれないということ、はい、であとは横に関しても本当に角状態、はい、これプロテクションとかも今回貼ってます。あ、貼ってるんだ、はい、前回りだけは貼ってます。わかんないね、はい、特にメタリックだと全然張ってる感が。そうですね、で、はい、昔はなんかそのフィルムの長さが、うんうんうん、あの81が長すぎて、ボンネットが長すぎて、だいたいここにこうスリットが入って繋いでたんですけど、ね、今1枚で施工できるようになったみたいで。そうなんだ、はい、今回はだから1枚で施工してます。多分昔施工した人はマジかよ、うん、もう絶対なんとか一枚にならないのって話も昔ありましたからね。なんで今は貼れるという、貼れるようになりました、まあ、気になる方がいらっしゃれば貼り替えましょう、費用かかっちゃいますけど結構使ってるとこダメージがあったりとか、うん、ツヤが落ちてきたりするん で、ね、まあ、定期的に貼り替える場合は言っていただければ、はい、もうできるということ、はい、であとは本当にシンプルイズベストと言ってもこの造形なんで、はい、そうですね、今日はあのホームページ見て、はい、改めて81のその空力やばいね。あ、もういろんなとこから入れていろんなとこから出してっていう、だからこっから出してそっから出してどこ、あ、そうこれ、だからもうなんかいじんなくてもかっこいいみたいな。ただタイヤホイールのあの厚みと車高だけはということで、そうね、はい、もうずるい、はい、そしてリアに関しては1インチアップ、そうですね、22インチになります、はい、後ろは定番の1インチアップで、はい、また毎回言ってますけどコンケーブが結構激しめ、はい、後ろは結構あのしっかりソルディスクになるん で、 でやっぱりあの5月なんで結構こうセンターパッド薄いんで、はい、結構落とし込めるということ で、 です、ね、だこれ斜めから見た時とかね、うん、めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい、だね81に乗ってる方はもうそのまんまで十分かっこいいんですけど、はい、ちょっとこう足元変えて変えるだけで全然ニュアンスが違うという、雰囲気が変わるんで、さらっとした感が今回、ね、はい、ポイントかなと。じゃあ最後になりますけども、はい、いや最初に触れとくべき話だったんですけど、はいはい、内山店長とお客様の距離感がバグってるということで、はい、なんて呼んでるんでしたっけ、鬼見てますかつって鬼絶対見てるから、はい、あの僕も何度かお会いさせていただいてるんで、はいはい、見てますかということで、はい、見てますか、はい、やってますよということで、今後も期待しちゃっていいですか、はい、今後も結構面白い車出てお待ちしておりますということで、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。You asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me.